わっています。北朝鮮を上回るには1人当たり 8.81 人以上の得点が必要なんですが、これも上回れませんでした。さあ日本3人目は大島京子です。そして韓国も今跳馬で競技を行っていますけれども、韓国の動きも気になりますね。そうですね。さあ大島、この段違い平行棒です。3人目フロバーに当たって、まずは大阪瀬車輪の1回ひねりから平脚での家が落ち着いてますね。後方車輪の1回ひねりから棒状こうした振り出しからの倒立。最後は伸身のダブル、着地半歩乱れました。さあ大島、それでどうでしょうか。中国が大きなリードでほぼもう8連覇を確実にしています。そんな中で日本の3大会連続の銀メダルがなるんでしょうか。すでに北朝鮮が競技を終わっています。その北朝鮮を上回るためには1人平均 8.812 以上が必要です。大島の出来としては、そうですね、持ってる力は全て出し切ったという演技だと思います。得点出まして 8.750 という得点です。